ニグストールです。今日はジャズ理論講座第9回ということで、リリアンフラットセブン、リリアンドミネントスケールと思うんですけど、この音階とスーパーロクリアンスケールの解説をします。まず、リリアンフラットセブンなんですけど、これは、リリア線法の第7の半音を低くした音階です。例を出して解説していきます。リリア線法っていうのは、例えば、レのフラットから始める、リレのフラットを終止音とすると、こういうような線法です。で、その1、2、3、4、5、6、7、7番目のと半音を低くします。そうすると、このような音階になります。これがリディアンフラットセブン、リディアンドミナントスケールです。で、このリディアンフラットセブンをどういう時に使うのか、どういう時に使うと理にかなった形で使えるのかっていうと、トライトンサブスティテューションを使った時ですね、裏コードに変えた時に使うと、うまくマッチします。で、トライトンサブスティテューション、何回か前の動画で解説したので、軽くだけ、解説しておきます。例えば、波長長の属7和音っていうのは、G7 っていうコードでした。この G7 の中にあるトライトーンっていう音程と同じ音、使ったトライトーンがを含む、属7の和音に、置き換えるっていうのがトライトンサブスティテューションでした。そして置き換えたコードが、裏コードというものでした。で、この、G7 をトライトンサブスティテューションを使って、置き換えると D フラット7ってコードになります。この D フラット7が裏コードですね。で、その D フラット7っていうのに置き換えた時に、先ほどの、リリアンフラット7を使うとうまくマッチします。こういう形ですね。で、なぜうまくマッチするのかっていうのを話していきます。それを話すときに大事なのが、オルタードスケールっていうものです。オルタードスケールも何回か前の動画で解説したので、軽くだけ押さえておきます。この波長長の属7の和音に対して使えるアベイラブルノートスケール、これもまあ何回か前の動画で解説したんですけど、ソラシドレミファソっていう音階、こういう音階がこの属7の和音に、合うよねってことでした。で、その音階を、この属7の G7 の、オルタードテンションを使って変化させます。そうすると、こういうふうな音階になります。これが、オルタードスケールでした。で、このオルタードスケール、この音、ドのシャープ、または読み替えたレのフラットですね。この音から始めると、リディアンフラットセブン、リディアンドミナントスケールになります。これは何が言いたいかっていうと、音階を変化させると変換させる方法、変化させたものをオルタードスケールと言いました。で、こういうふうな手法、そしてコードを変化させる手法、トライトンサブスティテューション、G7 を D フラットセブンに変えるみたいな手法、この兼ね合いを考えたときに、裏コードに対してリリアンフラットセブンを使うのがいいっていうことですね。例えばこの、G7 に対してオルタードスケールを使いました。で、オルタードスケールはそのままにして、コードを裏コードに置き換えました。そうすると、リディアンフラットセブンを使っているのと、使っているのと一緒になるってことですね。そういった兼ね合いがあるので、裏コードに対してリディアンフラットセブン、リディアンドミネントスケールを使うと、いいよっていうことでした。次に、スーパーロクリアンスケールの解説をします。スーパーロクリアンスケールっていうのは旋律単音階上行形の第7線法です。例えばこのラのフラット、またソのシャープから始めるとすると、旋律単音階上行形っていうのはこういうような、音階です。で、それの第7線法ってどういうことかっていうと、この音のまんま、弾き始める音を、変えていくということです。これがまず第1戦法ですね。で、その2番目の音からそれを始める。これが第2戦法で、3番目は第3戦法で、第4、4番目の音から始めると第4戦法で、第5戦法、第6戦法で、7番目から始めたのが第7戦法です。で、この第7戦法、旋律単音階の第7戦法というのが、スーパーロクリアンスケールです。で、今弾いた音っていうのは、ね、さっきから何回か弾いている、オルタードスケールと同じ音並びになっています。で、このことを、このことを利用する、としたら、例えば、このオルタードスケールって、ある意味ややこしい音階というか、オルタードテンションっていうのを盛り込みまくって、かなり変化してややこしい音階になっています。それを覚えるのが結構大変やぞっていう人は、その音階弾きたい、オルタードスケールの最初の音の半音上の音から始まる、リディアン、スーパーロクリアンスケールを弾くって、すいません、半音上の音から始まる旋律単音階上行形を弾けばいいっていうことですね。で、そうしたら、その旋律単音階上行形の、第7戦法っていうのは、結局その半音下の音から始まるっていうことです。1、2、3、4、5、6、7っていうのは結局、1番目のやつの半音下の音になるっていうことなので、その音の半音上の音っていうのは旋律単音階上行形になるってことです。で、その旋律単音階上行形を弾くことで自動的にオルタードスケールになるってことです。例えば、ソから始まるオルタードスケールを弾きたいっていう場合は、その半音上の音であるソのシャープ、
またラのフラットから始まる先日頼むから上降系を弾くっていうですね、弾けば自然にオルタードスケールになるってことです。まあ、そういう使い方ができるかなと思います。今回はリディアンフラット7と、スーパーロクリアンスケールを解説させていただきました。ご視聴ありがとうございます。